インチョンアジア大会陸上の男子マラソンがインチョン競技場をゴールとするコースで行われ、カンボジア代表としてタレントの猫ひろしが出場した。2キロ付近で早くも集団から遅れはしたが、2時間34分16秒で完走者の中では最下位となる14位でゴールしたが、残念ながら自己ベスト2時間30分26秒の更新はならなかった。最終ランナーとして競技場に入ると観衆から大きな拍手で迎えられ、何回もガッツポーズ。タイムは出なかったけど応援してくれて嬉しかった。スポーツは素晴らしいと思った、にゃーと満足げな表情で語った。2011年にカンボジア国籍を取得し、今年6月アジア大会への初出場が決定した。8月には同国で行われたアンコールエンパイア国際マラソンに出場し、2時間45分28秒で優勝した。カンボジア最高記録2時間23分29秒を持つヘム・ブンティンを抑え、アジア大会に向けて弾みをつけていた。9月18日の選手村入村式の際には、今までよりハードな練習をしてきたので粘り強く走りたい、記録が2時間30分で止まっているので切りたいと意気込んだ。前日2日にはブログに、朝に5キロジョグと50メートルダッシュ3本で備え、明日スタート地点についてドンしてゴールしたら終わりだ、明日は自己ベスト出すぞ、絶対出すと投稿していた。